ま、あの、陰陽師の橋本さんがですね、シルバーの車、ーとか言,言っている、その霊と会話している様を動画にやっているのと、えー、私がホーム画面にしている、そのね、動画を、泣いてるでしょ、私。で泣いてるのは、まあ、幽霊みたいなものが見えてるんですよ。うー、美咲さんがですね、 あのこの場所でお亡くなりになったと分かったのが、えー、6月中旬の、えー、頃です。だから今までは、えー、これよりももっと上流の方の要は登ったらば暗いからしかも三崎さんはそういう登山とかそういうのに特化してないからすぐ滑落して落ちてお亡くなりになるでしょうというそういう読みをしていたんですけれども 弥勒、えー、さんの動画を見たところ山梨県警はここの斜面のところにブルーシートをかけているということねこれ写真ではちょっと見えないんですけどその台座よりちょっと下側のところにブルーシートを斜面にかけていたんで斜面に、まあ、少なく見積もっても10メートル以上、まあ、20メートルぐらいあるんじゃないかなっていうぐらいの長さでブルーシートをかけるということはどういうことかと。 ではその斜面自体を何らかのものから守ってるということでしょ。だから、私が想定していた、えー、滑落して、まあ、ほぼ即死、もしくはすぐ意識を失ってお亡くなりになったという、そしてそれが、えー、捜索隊によって見つからないということは、まあ、スポットみたいな、そういう穴みたいな、くぼ地みたいなところにはまっていて、えー あのお亡くなりになったんだろうなという例ですね。例、例的なものを,を見たやつが完全に覆されたんですよ。だから涙が泣けてきたわけ。要は、ある程度の期間長、えー、美咲さんは生きていた、すなわち、なぜ見つけられなかったのか。そのね、ある程度の期間、寒さに震えながら、多分もうガタガタだったと思いますけれども。 ね、低体温症の最初の初期の症状はガタガタです。私もな,りなった時、15度でなりました。15度1時間になりましたけど、もうブルブルです。歯、歯と歯がガチ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 、こう、震えて、ガタガタガタ,ガタってなる、ね。そういう状態の中で、お亡くなりになったんじゃないかと思いますけども、そういう例みたいなものですね。 そういうだって実際はそ,そうかどうかは分からないわけ。それだけど私の,の頭の中ではそれが見えたんです。だから泣けてきたんです。なんで助けてあげられなかったのかということで泣けてきたわけね。そもそもが。で、それそういう証拠ないんですよ、えー。そもそも事件か事故か分かってないわけでしょ。 えー、だから、それなのに弥勒、えー、さんの動画を見てあ山梨県警全然捜査してねえなあということはばらまきの,その、ね、犯人説っていうのは完全にないんだろうなあ,あと、この、ね、即席の取り扱い規則法律の規則から言って、えー、それが止まってるということはその関係者足跡とかそういうのがもう山梨県以外のところに出てそれはケーケース、えー、山梨県警じゃなくて 警察庁の管轄まで行って、そして警察庁の長官が一番権限ある、えーまあ、警察法の中でも一番権限,権限がある、えー、長官が、えー、山梨県警、奥脇、ちょっと待てよと、お前、事故で片付けようとしてるんじゃないかみたいな形で、えー、圧力をかけて止めたんじゃないかというふうに思った瞬間に泣けてきたんです。ね、うん あのね、ほぼ事故だと思って、えー、山梨県警は捜査している、しかも捜査し,しているしている詐欺までしていたというのが分かったわけだね、20名体制でやってますって言ったけど、えー、晴れてるのに、えー、そして、えー、報道上ではやっていることになってるのに、魅力さんがその、えー、時に入っても誰一人会わないみたいな。 誰一人会わない、まあ、1日ぐらいは雨で捜索は見送ってますって言った時にに、弥勒さんが入ってたけど、まあ、その時は霧ね、霧で別に、弥、ま、勒、あ、さんね、えー、公園の猿が入っていけるぐらいですから、普通に警察とか、何回も入ってるわけでしょ、そこに。だから普通に、あれぐらいだったら、普通に入っても別に全然何の危険性もない。 えね、ペットボトルが散れかってるぐらいですよ。だから、顔が土砂崩れが起きたり、その水が溢れたりすることがない。ペットボトルを置いてるぐらいですから、スコップを置いてるぐらいですから、低眠ね、オレンジ色の低眠を置いてるぐらいですから、だから、そういうふうに、そこ,にそこ特に危険性がないと判断しているところに、一切捜査員がいないという事実がわかるわけ。で、その瞬間に泣けてくるわけですよ。その泣けてくるのは何かっつったら、 そういうふうに妄想するからでしょだから例,例と同じ。陰陽師さんの橋本さんが言ってるシルバーの車にこう入っていったと同じようなものが見えて、私には見えて、そして、ね、あの橋本さんは結構ひょうひょうとしてるんですけど、ね、その話を聞いたりし,してるのに、ひょうひょうとしてるでしょ私なんかは多分そういうの見えちゃったら泣いたりわめいたりするわけ。 ね、私は人手なしじゃないのでだから美咲さんを何とかして助けられたんじゃないかっていうふうに思っちゃうからねだからねブルブル震えてこの台座の上で助けを待っていたっていうふうに見えちゃうとこれ例みたいなものでしょだからもうなんか自分が疑似体験してるようになって家に帰りたいなとか自,自分がね疑似体験してるようになっちゃってそしてあのー。 うんと、そういうふうね、そういう風な霊的なものが見えちゃうんです。で、それはですね、私はもう10年、12年ぐらい前に、畠山彩香ちゃん失踪事件の時に経験してるんですよね。畠 <laughs> 山彩香ちゃん失踪事件の時に経験してるのは、あの、この話なんですよ。えー、流れる、流れないの話なんです。 畠、えー、山彩香ちゃんの,、えー、その自宅っていうのは、えー、っとですね、えー、ちょっと懐かしいな、まあ、当時私サラリーマンやってまして、そのニュースを聞いたときに、私の会社の同僚とか先輩とか、えー、含め、えー、あとネット民ね、ネット民とかあ含め、あの うんとえー、その地元の人の含め、みんなですね、秋田県警が、まあ、この辺ですね、これ自宅この辺なんで、この辺から落ちて、えー、川に流されたという秋田県警の発表ね、これ、嘘だと思ってたの。あみんあのじ事故ですって言ったわけね、ここら辺から滑り落ちた跡があって、この自宅近くから滑り落ちた跡があって、そして、えー、米代川ですね、あの 藤琴川に落ちて、そして米代川の中洲で見つかったというね、えー、多分この辺だと思いますけど、<laughs> 中洲近辺だと思いますけど、この辺で見つかったという話を聞いたときに、あの失踪して1日後にね、えー事故事故、最終的に事故だというふうに、あの秋田県警は結論付けたんですけど、その時はね。 えーまあ、その後、母親が逮捕され今、無期懲役という刑が下っておりますけど、まあ、その裁判上の真実うもう私は、えーまあ、あの真実ではないだろうと本当の真実ではないだろうとそしてその本当の真実というのは絶対無理だろうなぜかというと畠山鈴っというのはそういうい脳に障害があり あの、過去の記憶を簡単に書き換えたり、誰かの第三者的に書き換えることができたり、もしくは自分のその過去の記憶を抹消するという、えー、もしくは違う形で、えー、上塗りするっていう、そういう、まあ、障害か病気みたいなものを持っていると私は思う,思うので、 あのその証言というのは非常に信憑性がないものだという物理的にも検証がもっとなされるべき案件ではある,ある,あるなというふうに私は思っててだから裁判所の記録っていうのはあんまり見てませんけど、まあ、ほぼ、えー、あの正確ではないだろうなと物理的に見て正確ではないだろうなと思うんですけどもあの皆さんが多分その当時見た例 霊霊的なものっていうのはあの、彩香ちゃんがこの自宅近辺からここに落ちたっていう、そういうのを見てないんですよ。みんなね、あのネット民でも、今でも覚えてますけど、これ事件だって、警察は事故だっつった時に、みんな事件だっつってたの、この件ね。ねで、その事,件事故だっていうふうに思ってる時に、ここの報道、ね、自宅まで行って、結構いろいろ報道とかね、実家までね。 ここ,ここ自宅ですけど、違うところにまた実家がありまして、そこまで行ったりとかしてメディアが追いかけてたんですけども、あのー、そ,れそ,れそれ以前に皆さんがなぜ警察の発表を信じなかったかというと、ここ物理的に流れないだろうって言ってるわけ。 やかちゃんと同じ大きさ、重さぐらいの人形を持ってきて、流すという実験をしています、うん、秋田県警はしてるんですけど、それにすらケチをつけてたんですね、我々だからあの、秋田県警が一旦事故だと決めつけたことに対して、実際は事件であったとっいうのが分かったので、あの その事件の詳細は分からないんだけど、事件の事件であったということが分かったので、ほらやっぱりってなったわけ。大衆がね、みんなが誘導されて、ここ流れないんでしょって。でもな、その流れないという実験はやってないわけ。いや、物理的なその実験はね。そして、大衆は次に何を、あの、うんと、私も含め何を言い始めたかというと、この大沢橋、ここの、 大沢橋の欄干に綾香ちゃんを乗っけて、そして、えー、突き落としたのか、えーまあ、最初の証言としては、そこに見せ、えー、魚を、えー、見せるため、えー、クリマスでしたけど、ちょっと忘れましたけど、なん,なんだか、桜マスか、桜マスかなんかが見たいっていう、その漫画を見ていたから、それを見せる、これあの、裁判上のね、裁判上の真実ですけども、うん え見せるためにここに持ってきてこの欄干の橋の欄干の上に彩香ちゃんを乗っけてそしてえ落ちたっていうねえ証言そしてここからこう人形をえ投入して秋田県警が実験するわけですけどその実験する時にあの大衆は何,何を叫んだかというとここその 梅雨時に6月ねそれ4月の話だから梅雨時に月6月にやってもそれ実証実験が正しくいくわけないじゃんって大衆は騒ぎ始めましただからそういう例を大衆は見始めたんですだけどそれは例でありそのだから4月の時の水量はいくつでっていうねどういう地形でどういうやつだったっていうのを を一切持ってこないで梅雨時だからダメ時期が違うからダメっていうのを、えー、言い始めたんです大衆はねそれ,なそれは事故から事件になった後にその事件がどういう事件だったかというのを検証するために秋田県警がここから綾、えー、香ちゃんと、えー、同じような人形を投げて検証実験するんすその検証実験じ自体にケチをつけ始めたわけねだからそういうふういふに大衆は えー、大衆は霊を見始めたわけこれ何,何が言いたいかというと結局はあのこのあのこの京本さんがシルバーの車に乗ってってるそのなんていうかこう <laughs> あの霊が見えるって言った時に具体性がないでしょそのシルバーの車なんとかなんとかでだから事件派に持ってきたい時は、えー、いくらでも 言えちゃうわけ要は具体性の情報をなくしていけばなくしていくほどあので完全になくしちゃだめねちょっとした何らかの情報をちょいっとつけておくと事件派にとってはいろいろ付け替えることができるからいろいろできちゃうのそして逆に言ったらば事故ですと物理的に事故ですっていうふうにした場合には、えーね、それを具体的に言っていかないとまずダメなわけそして具体的に言っていくとそれ,それらに矛盾が必ず生じてくる だってわからないかからら真実はねだから簡単に言うと事件派の方が絶対多いんですよ。えー、この世の中絶対事件派の方が多いの。だって具体的なこと言わなくてもいいじゃん。で、あの長野の小谷村の件ね、私はこ,のここの部分、サンダルが見つかった部分からスポッと落ちて、この。 ね、この田んぼの用水路だと思いますけど、田んぼの用水路から行って、ここからスポンって川に出て、スポンって川に出て、こっち側の対岸じゃなくて、こっち側をこう通過して、えー、ここで、えー、長野の小谷村の県ね、女児ジジジジがえお亡くなりになった県、えー、ここで行ったというほぼ、ほぼ100%事故だと私は思ってますけども、あのー、この県ね。 うん、この件も最初は例えばですけどここの用水路って流れるの流れないのの議論に発生するわけですよこれすごい標高差ですよこのすごい標高差この用水路に来たならば相当の速度ですこれゆっくりじゃないですもうぶシューってもうあっという間ですこれ。 あっという間に流れていくその中であの果たして損傷がないのか、ねそのえー、損傷がないのか、えー、っていう疑問ねその見つかった時にはほぼ損傷がないし服も脱げてないしあのそ,ういうそういうものがない、えー、だから、えー、その私は、ね、ここを流れたらねあの歴史というよりかはその ぶつかったところによる死因がですね何ていうか溺死、まあ、というかもうほぼ意識を失うような状態になりそしてその中で溺死、えー、につながるっていうか溺死っていうか最初意識を失って水があるから流れてるうちにだから肺とかにはほとんど水が入ってないんじゃないかなと思うんだよね。 死因の特定として歴史というふうに特定いや要はあのぶつかるからめちゃくちゃ速い速度でぶつかるので。 歴史というよりかはそういうなんとか衝撃で気を失っていてそしてその中で水にいて、えー、歴史みたいなだから非常に難しいと思うんですよだから事故を事故ですっていうふになってますけどその事故を事故ですっていうのを具体的に言ってくときに必ず矛盾が生じると思うのねだからこ,これは事件ですっていう人が必ず出てくるのこの長野もねでこっちも同じなんですよ これあの今、裁判上の真実と、えー、実際にや香ちゃんの死因ですとかそういうのを検証したや,やつやっていくとそれも矛盾が出てくるんです実はね物理的に矛盾が出てくるし、えー、事故ですとしても矛盾が出てくる例えばここから落ちたという事故だったとしても矛盾が出てくる、ね、本当にここなんですかっていうのも今思ったところあれだよここ,ここ現場がここだっていう確証もないんだよ わかりますかこのここ大沢橋だっていう確証もないのこれただ大沢橋で目撃してるという目撃条件もあるけれどもそれ,それが、えー、この、えー、親子であったという、えー、可能性も非常に怪しいそれなぜかというとあの脳に障害もしくは病気があるっていうふうに私は思っているのでその証言自体が信憑性ないわけ。 だから、三、え、崎、ー、さんの件、えー、をほぼ100%事故、えー、ですよって言っている私の脳の状態と畠山鈴鹿の,、えー、のここから、えー、彩香ちゃんを突き落としたという脳の状態っていうのは、えー、レベル的に、まあ、ほぼ一緒みたいなだって何,何の物証もないのにそう言ってるわけでしょそして逆に言うとならば、えー、あの うんとこの京本さんと一緒よ。京本さんっていうのは何の証拠もないけどあの、おそらく事件派でしょ、これ。事件派に持ってく。これで事故だったらちょっと違うけどね。展開ちょっと違いますけど、陰陽師さんね。これでこっからあの事故に持ってくんだったら、ちょっと展開は違いますけど、今のところ事件を匂わすような形でステップを踏んでいってますよね。陰陽師さんの件ね。だから、えー。 そ,ういその人の見えている霊的なものも、えー、だから何ら物証、えー、はないわけですから、えー、まあ霊でしょってことは私も霊も見てるし畠山鈴香のやつも裁判上で霊畠、えー、山鈴香が見ている霊が裁判上になったかもしくは、えー、誰かがこうね、えー、取り締まられた時に言って。 言ったやつを「はいそうです」とかって言っちゃったやつがその裁判上の証拠になっていると言ってるわけですから誰かの中で作り上げた霊的なものが裁判上の証拠になっている可能性があるわけだから裁判の真実は裁判上の悪まで真実であり実はそれは霊的なものが裁判上の記録になっている可能性ありますよというそういうお話でありますこのね事件の時誰もが私も含め 一緒に仕事してた人も含め、誰もがこの上流からね、大沢橋の上流から、事故で彩香ちゃんが流れてくるということは、不可能であると。事故だと片付けた秋田県警から真っ向対立して、みんな事件だっつってたほとんどのネット民が。だけど、それは検証されてないわけ。 本当に事故だったかもしれないあまあほぼないと思いますけど、えー、それを証明するためには要は事故,事故で例えばね同等の人形を流した時に、えー、ここまで流れてくるか多分流れてくると思いますだってここ大沢橋からあの見つかった場所まで流れてくるっていうことはその事故だって言った秋田県警が結論付けたところから流しても多分流れてくるだから事故は事故 えー、あのあの事故だというふうに片付けても、えー、OK だったかもしれないただし畠山鈴鹿っていうのは頭の中に病気がありますのでその病気に感づいている病気が障害がありますのでそれに感づいている周りの人たちが騒ぎ始めたのでああいう事態にメディア含めああいう事態になったというふうに私は思っております はい、以上です。